たせしました。はい、そうですね。え、はい、じゃあお言葉に甘えてっと。紅茶とケーキを。私、ニャンニャンの点心とかが好きなんですよ。なので普通の紅茶とケーキの方がまれなんです。うん、そうですね。でも誘惑も多いのが悩みどころです。そうですよ、ちょっとお腹が空いた時に好きなものが近くにあるってかなりの誘惑なんですから。はい、もう少し気にしないと。なんというか、ちょっと。それはダメです。ええ、それではランカさんと会う機会が少なくなってしまいますから。でもニャンニャンはランカさんもいるし、制服も可愛いし、ちょっとした誘惑は我慢すればいいことですから。そうだ、今度よかったらお店の方に来てください。今度は私がお礼しますから。おすすめのニャンニャンの点心とお茶、ごちそうしますよ。では決定ということで、来る場合は事前に声かけてくださいね。お前こそ。まあいいか。あ、まあそんなところだな。そうだな、お前の家族はどんな感じなんだ。将来の夢とかは。いや、何でもないんだ。いろいろと考えていて、気がついたらここにいた。ただそれだけだ。そんなに気にするな。大したことじゃないんだ。大したことじゃ。なんだと？
く。お前の方こそ年寄り臭いこと言ってるぞ。そうだな、あまり考え込んでもしょうがないよな。ありがとな。それじゃまた学校で。じゃあな。Thank you.